では、2試合目は菅原さん選ばれましたので、菅原さんのやってきます。菅原さん40%ということでね、結構ダントツでした。日向さんが27%ね。はい、なんか今日の菅原さん見てほしいって常連の人も言ってたんで、楽しみにしてます。なんかコメントで、皮散るっていうコメントがあったとか言ってたんで、なんかすごい泣いたのかわかんないけど、はい、いきます。はい、とにかくシャーチャドラがイーピン。ハイパイはまあ、ドラもイーピンも使える手配だしね。まあ、とりあえず普通に行けばいいかな。はい。ペー9層とか切っていく。うん。厄介重なったか。まあ、トン切る、普通に。うん、やっぱダブトンシャキ処理した方がいいよ。うん。菅原さん、こういうの多い人だっけ？この手がね、あまりにも行く気がないんだったらいいけど、普通に白出たらポンして行くので、やっぱちょっとトン切ってくんないとしんどいよな。うん。あ、ずっとか。ずっとこういうシステムなんだ。まあ、だとしたらまあ、言ってもしゃあないか。毎回こうならね。うん、まあ、トンだと思う。はい、やっぱ、ダブトンね、先に泣かれたら別にもうそれで対応できるし、ダブトンポンされてさ、例えばドラチーとかさ、なんか赤されたりさ、そこで降りることもできるし、ただ、普通にトンから、シャーから切ってさ、無駄相撲続いて、3ピン引いて、トン切って、ポンって言われたら、うん、対応が違ってくるんで、はい、りょうさん、直前から、うん、そうそう。厄介重なの他の厄介早めに切る。うんうん、まあまあまあ。それは別にいいよ。はい、じゃあ行きましょう。イーソーはいらんな。うん。で、結局、ダブトンはね、親がもう明確に重ねようとしてくるんで、シャアのとこでトンはね、トイメン重なってないけど、重ねた後にトン切ってポンされたらほんと最悪なんでね。はい、じゃあ行きましょう。まあ、イーピンドラなんでここでトン切りたいかな。ちょっとしんどいな。うん、もう E ピン使えばね、ドラさんで漫画になるんで、もう飛んで。うん、何しとん。うん。あ、高速卓ね、それはしゃあない、時間あるから。ただ勉強不足。うん、ちょっとわかんないですよね。はい、じゃあ行きましょう。で、まあ、リャンピンも切りたくないな。うん。リャンピン切った人はローソー切んのか？パーピン切んの？全員のアンパイ、パーピン切んの？赤受けってこと？ゴロチとか。うん。まあ、行きましょうか。はい。あ、大輔さんありがとう。フリーで700円貸しました。いつも話がね。700円買って500円。スパチャ、ありがとう、本当に。うん。じゃあ今度、700円負けたら、俺に300円ぐらい入るから、300円返すわ。うん。はい、まあ行きましょう。はい。まあ、ゴロチ見てるしかないわな。パーピンは安全度が段違いだし。ただゴロチなるかな。まあ俺はもうパーピン切るならローソー切りたいな。5678って普通に連続系としては強いしな。関連牌がめっちゃ切れてるとかじゃないし。関連牌で切れてるのパーピンだからむしろ待ちとしてはいいもんね。パーピンが切れてるってことはひっついたら強いから。9ピンとか待ちになったら。まあパーピン切るんだったらローソーって言いたいかな。まあまあもちろんトン切るんだけど俺は。ほんで？あ、トン重なっていくんかい。まあ、これはまあ、普通は重ならないよな。9割ぐらいの人は重なってないんじゃないか。はい、まあ、トン重なったらローソー切っていくだけ。はい、ヤクドラドラね。もうドラもどっちの赤も使い切れるし。うん、もう、まっすぐ行けばいいな。で、まあ、もちろん、リャンマンとかスーマンとかウーマンとかチーマンとか、全部なくし。ローマンだけどうする？ローマンもなくか。ローマン泣いてリャンカンで、357するか。パーマンツも。9万3枚切れだけど、普通にイーマン？なんや、ウーマンって。まあ、ウーマン切るんだったらパーマンでいいんじゃん。ポンザイの方が強いよ。4統一だからチートに行きたいってそういう意味ではないんだけど、9万1枚しかないんで、うん、まあまあ、まあ、てか、ウーマン切るならイーマンだけど、やっぱりね。うん。あ、9枚4枚か。ごめんごめん。3枚だと思った。4枚切れか。4枚切れだったらもうパーマン切ったらいいか。あ、ごめん。3枚だと思ったわ。はい、じゃあ行きましょう。うん。その後はまあパーマン切ってマスクスでもいいよな。まあ一応チートイもね、なる可能性あるしね。はい、これでまあ、うん、いっちゃいとか。とりあえず地層現物でよかった。まああとはチーテン取るかとか。イーマンツも。うん、まあとりあえず自敗切るしかないよな。他の候補がないもんね。あ、現物がチーピンあるのか一応。うん、まあチーピン切るもあるか。まあ自分親でもないし、まあ、チーピン切ってもう完全ベタ折りもあるか。はい。じゃあチーピンか。
チーピンかトン切りたい。やっぱ崇拝の無筋は切りたくないかな。トンと安全度はやっぱり違うんでね。でもやっぱ順面も深いしね。こっから上がりっていうよりやっぱり安全に K 点とか安全に上がるって言うとやっぱりトントンがいいかなと思うけど、はい、まあ今でした。初戦恥敗ではあるけど。はい、マンガン積もられる。はい、とにかくなんちゃドラがウーピンで、手牌はまあまたこれも役牌で、まあ行きましょう。イーマン切るか。まあイーマンが1枚切れ、まあ1456の1の方が、孤立の9よりは、まあ連続系として生きるんで、ただ今回ちょっとイーマンが、イーマン9ピンがどっちも正牌だったら9ピン切るってなるけど、ハイ効率的にはね。まあ、ただまあ一応イーマン1枚切れなんで縦重ねも嬉しいから、これに関しては、特に横に伸ばすために9ピンの方がいいよねって、そこは、そこまでは言わないかな。はい。じゃあ今切った。まあ、もう、ほとんど形決まったかな。ウーマンか。4統一系な。ペイも2枚切れになってんだよな。チートイリアンシャンテンは取りたいな。普通にな。ドラそばスーピン？結局、ウーピン横引っついたって、だから何って感じだしね。ウーピン引っついた、赤ウーピン引いたら確かにでかいけど、結局、そんな赤ウーピンはまあ、レアケースだから、ウーピン引いたとしたって、たかだか吐くドラ1でしょ。チートイリアンシャンテンの方がいいよ。まあ、俺はもうまっすぐスーピン切ります。まあ、もしちょっとひねるとしたら、パーソー？ただまあ、パーソーは結構良さそうだもんね。重なりそう。スーピンはもう2枚切れだし、もう何も考えずスーピン切る。スーピン切ってウーピン引いたら叩き切るかチートイ考える。そうだね。ウーピン引いたらチートイで使われてもいいよね。はい、ウーマ切りました。リーチ入った。2枚切れのペーペー切ってちょっと粘る。現物切る。現物切る。現物切る。ウーピン引いたら食べる。泣く？いや、泣かないでしょ。何をだろう。特別泣く牌は出た感じはしなかったし、白出ても別にそれは泣かなくていいと思います。結局チュン切るならシャアと切り順が逆じゃないですか。結局チュン切るならシャア。え？どういうことだ。結局チュン切るシャアと逆？え？ああ、ここでチュン来たんだ。全然見てなかった。あ、そういうことね。チュンは、1枚切れか。シャア2枚切れ。まあ、何も考えずにシャア切りそうだけど、まあまあ、別にそんな。まあ、そうだな。確かに。はい、まあ、行こうか。はい、じゃあ、トン3局、親でドラが2ピン。まあ、普通にいけるね、これはね。もうシャア白、初と切っていく。初重なったら、なんか毎回役牌が統一になってくるな。で、まあ、親出しドラもあるし、まあ、初はポンしていきたい。もう、ポンしてパーワンで。もう、リャンピン重なった時強すぎるんで。もう、リャンピン重なったら5%でかすぎ。そうじゃなくても別に1500になってもいいので。初はポンで。免税はきつい。はい、パーマン切る。まあ、あとは2枚目のハツが出てどうするかぐらいか。赤引いた。リャンカンリャンメン、リャンピン切る。あ、ハツはまあちょっとさ、リャンカンリャンメンになっちゃったらいいわ。するで。何かしら言ってました。そうだな。テンパイ、リーチ。まあ、いい街だったが、上がれなかった。はい、で、まあ、ドラもないけど、親だし、とりあえず普通に行く。白切る。ウーマンツモ。
ドラがイーマンだけど別にリャンマン切るかな、何も考えず。な、これは普通なんだ。あ、いいや。普通だった、これは。まあ、しゃあないな、これな。連続形逃したけど。で、これでフェンチャー切っていった。まあ、もういいんじゃないか。リャンメリャンメにしたんでね。はい。まあ、これはもう形決まったんで。完全にシャンティには取らないと。まあ、こういうのは難しいんで自分で決めてください。テンパった。ダリアカーチルって言ったら全然泣かない。確かにね。全然泣かないの。はい、おいでレンちゃん。まあ、とりあえず9万切っときゃ OK。俺はトン切りますが、ファーストを切る人もいるのか？これはちょっともう切る間、入んないからトン切る。そんな、ひねくらんでいいわ、それ。ドラもあるしな、3層引いたらやっぱり、強力に嬉しいんで、もうトンで。E ピンと G ピンの是非はまあ OK ですが、どこだった？形。ちょっと、どんな形だった？ああ、ペンチャン落としね。別にいいんちゃうか。怪しい。山本さんが M リーガーがリャンメン固定するためにリャンメン固定ボイス流してた。そうなの？まあこれで。3万かチーピンは？そんなどっちでもいいか。まあ一応全員の無筋の方の3万から切っていく。だってダブトン重なってた。これは、いいね。ああ、これは連続形で想像切りたいかな。想像が安いってことか。赤受けもあるしな。まあ、やっぱ連続形なんで、ウーソーチーソーですね。まあ、一応赤ウーソー縦引き見て、チーソーから丁寧にとか。まあ、それはちょっと、チーソーは2軒の安牌なんで、ウーソーからでもいいけど。安いとか考えてない。そんだったら普通にウーソーチーソー切らないとダメだな。連続形だからね。浮かせたってな。余剰牌は出てないような形になるけど。だからって E ピンチーとか、まあ、とりあえず、まあ、やっぱ受け入れがそもそも、ウーピンとローソーで変わってないし、やっぱハイ効率的に、ウーソーチーソー行きたいな。タク、ポン、イスピン、逃す。まあ、一応逃さないけど、ローピンやった方がいいよな、そりゃな。タク、ポンしたら、そりゃ、イスピンはなるけどね。はい、ワコチンチン。はい、どうも。連盟ルールと一発裏なしで役牌非常思いで本能的に残してんのか。そういうことか。ローソーエストだから自分もローピン切ると。あ、ほんと。ただこれはね、やっぱね、ダブドンドラドラの強力に赤ウーピン引いたらやばいぐらい嬉しいんで、結構自己都合でいいかな。トイメンはね、ピンズも切ってるんで、まあ、あとはまあ、プラスで考えるなら、ウーソーチーソーは2面変化も弱いか。2層が3枚切れなんで2面変化も弱い。まあ、チーソーにパーソーはまあ一応 OK だけど、まあ、こじつけるならそんな感じかな。もう何も考えずに来た方がいいわ。白ポンした時にさ、白ポンした時にヘッドレスの形になるから、ウーソー切って白ポンして、チーソー切ってローマン引くとかね。ローマン引いてもまた、カンウーピンだけど、ダブトンドラドラに漫画になるし、まあ、あんまり安い高いで、覆らないと思う。まあじゃあ行きましょう。んで、ローソー引くんかい？まあまあ、これはまあまあまあ、ファインプレイというかわからんけど、まあ。で、ウーピンも引くんかい？まあ、これが赤ウーピンだったらな。まあ、赤ウーピンでまあ、スライドできてるか。まあまあ、行きましょう。両方引いてくる。立て続けに。白はポンしない。そうだね。それは白はポンしない。まあ、これはもう最終形なんで、もう、行きましょう。考えられたら、やっぱりね、単純なカンローソーとカンウーピンの比較じゃダメだ、やっぱり。そうじゃない？これは。やっぱ、余剰牌出ちゃうんで。白ポンした時に。まあ、さ、カンロソーとカンウーピンだけの比較だったらどっちがいいかって言われたら、まあ、そりゃカンロソーの方がいいって言うけど、俺も。ちょっとそうじゃないもんな。まあ、行きましょう。で、あ、大トップになった。親で、またダブトン統一いいね。ダブトン白統一。最強か？難キル。まあ、これまっすぐ行くだけなんで、もう加点してね。いいね。両面で来て。なんもないな。まあ、俺は数万切りたいですね。ここでペンチャンは切りたくないな。もうターズできてるから、両面でね。
こいつらが愚形とかだったら、リャンソーイーソーでもいいんだけど、もうリャンメンリャンメンなんで、ダイレクト受けで数万切りたいかな、俺は。うん、まあ、ペンチャン落とすと思ったけど。ね、ここでは数万切るんかい。あくまでなんか3万引いた時に、ドラ2枚使い切る形で残しとくんかなと思ったけど、すぐ切っちゃうんだ。そんだったら別に、数万、リャンソーのとこで数万でいいんちゃう。まあまあ、はい。このローソーは残していく。まあさっきはね、数層両面から切ったんで、まあもう、次のアンパイ引いたらローソー切るんじゃない？はい。めっちゃ上がるな。5万点超えた。これまたいいな。薬杯がって。薬杯がずっと統一だな。はい、ペイ切って。まあ、普通に行くだけだな。ダブリか。まあ、白切るか、初切るかする。初切る。まあ、一応飛んで。まあ、リアン層が白で。超まっすぐか。はあはあはあ。どうなんすかね。ちょっと俺もわかんないわ。この形から言っていいか。自敗ぐらいはいいんだけどさ。数敗の無筋ってなるとちょっとわからん。もう両双白白って行くんじゃない？俺。点数もあるしな。ちょっと愚形が、ターツもね、ちょっとまだあれだし。白は泣かないか。まあ、パーピンをしたんだったら泣くかな、俺は。この手組みしてんなら、この手組みだったらもう白ポンして全地でいいんじゃない？なんかこれで白泣かないって言うんだったら、白落としちゃいいやん。パーピンとこで。そんな意味ある？これ白泣くって言うんだったらね、もうダブリで街もわかんないから、白ポンして普通にもう無視していきますって言うんだったらいいけど、これ別に白泣かないって言われたら、どうせ白統一落としになるし。あ、普通に行くんだ、まだパーソーも。まあ、一貫性はあるな、確かに。普通に全地耐性か。ここで吐くね。まあまあまあ、まあ、そんなに大きくは。まあ、ダブリだし、街もわかんないし、って感じね。で、まあ、例えばだけど、吐く抜くんだったらパーピンとかもあるけどな。どっちみちこれが上がれるとかはないと思うしね。二間リーチに備えてパーピンとかリアンスを切るとか。まあ、俺はそっちの方が好みかな。点数もこんだけあるので、まあ、そんなにハクハク切ってまっすぐ行ってもな。まあちょっとそんな感じでした。まあここで完全にベタ折りで、二間に備えて、一応パーピン切るとかでもいいかなと思いました。中筋の後ろ切りもね、まあ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 ね。あ、中筋とかいいかぜ。まあでも順目も深くなってくるから難しいよね。順目が同じだったらね、同じだけど、順目が深くなるとその分、上がり率は自分も下がっちゃうんで。で、トンラスペーチャードラガリアンソー。まあ、単葉で上がれそうだ。とりあえず何キル？吐くか。まあ、ちょっと俺は何キルかな。やっぱ厄介重なったら普通に嬉しいから。厄介重なるってことは守備力も高いし、まあ、内定上がるしね。吐く泣かないのは価値ある手にして落ち返すためだし、いいと思う。価値ある手ならんだろ。まあ、確かに、でも、まあ、吐く泣かないはまあ、はい、ジュンさんいらっしゃい。純 A さんいらっしゃい。まあまあまあ。なんかそこまで全治する場面かなっていう感じはするよな。ラスとかだとね、目つぶって全治とかあるけど、なんかまあ5万点超えてるから全治してるって感覚なのかな。あんまりメリット感じないね。5万点超えてるから別に無視して全治します。なんかあんまりだけど、まあいいや。これはまあまっすぐドラ切るかな、俺は。形も普通にいいので、ただ M リーグは、これは連想じゃなくて何を行く？連想じゃない。まあ、連想ドラだからな。白泣かんの全然いいけど、パーソの落ち着いていけるのがね。ああ、そうだね。確かに。パーソ、そっちの方が気になるな、やっぱな。白泣かないは、まあ、一応俺の中では、パーソとか全治していくなら、白泣く。結構俺は明確にそうなんだけど、一応ドラタンまで見てさ。もう、無筋ガンガン押すってなら、白ポンで全地でいいやんって、俺はなる。
うん、だけど、まあ、みんなの感覚もわかる。うん、確かに。ただ、俺はそっちなんだけど、まあ、それよりもやっぱ気になるのは、他のおむすびをしてることではあるな、確かにな。ウーマン済みましたか？何、ウーマンって。はい。その後も当たり牌切るなれって感じ。うん。ドレッシング、うん。これはいいよな、別に。幻想残すやろ、普通に。まあ、多分ドラ見落としちゃうか。アーサーの。うん。ドラとか、ドラだとし、ドラだとし、ん？ドラ出しとかない。普通に幻想切る。うん、勝手に切ったら。なんでこんなしょうもない何切るで突っかかってきてんの？ヨシキが。また酔ってんのか、ヨシキ。なんと、リャンソーやろ。リャンソーなんで重なったら単葉になるし、なん、夜会じゃねえぞ、これ。夜会と勘違いしとんちゃうか。リャンソー重なった瞬間に単葉ドラさん見えるし、普通にリャンソー切るって普通は何だろう。うん。夜会と勘違いしてんちゃうか。バレた。またヨシキ飲んでんのか。うん、ヨシキは一応うちの配信では、ね、俺らのジャンナ機械の副会長だから。うん。もうちょっと格式高いコメントしてくれ。何が普通になんだよ。普通はリアンソーやろ。あ、全然普通になんわ。普通にない。普通になん、うん。ドラ3枚重ねる。うん。普通にリアンソー重なったら嬉しいし。別に3層引いたってやめできるし。うん、そうそうそう。何を言っとんだ。もちろん初見さんとかだったら別にいいんだけど。常連が何を言っとんだ、マジ。はい、じゃあ行きますね。うん。まあ、これは普通にリアンソーでもやな。これはな。これは俺リアンソーって言ったか。ん？この後で言ったんか？俺、これあんま見てなかったか？うん、これはまあ俺普通にリアンソー切るんだけど、まあ一応2件の仕掛け入ってるから、まあね、泣かれたら嫌だってことで、うん。ごめんなさい、わら。いや、何にごめんなさいかわからん。酔ってることなのか、リアンソー切りか、どっちだ。うん。はい、まあ行きましょう。あ、ここはね、うん、ここは俺はリアンソー、まあ仕掛けがあるんで、神茶にポンされたくないっていう意味だったらわかるけどね。確かに、でもね、まあそうだな。まあ、これはちょっと一貫性とも違うんだけど、さっきのダブリーで、あんだけ全釣るんだったら、いや、これ普通にまっすぐリアンソーでよくねってなるわな。全然上がれそうだもん、これ。うん、さっきのダブリーかかった方がよっぽど上がれないし、自分が親とか自分が子でさ、そんなに押し引き変わんないから。いや、違う違う、変わるんだけど、これはそんなに別に。うん。換算ピンから仕掛けていい。あ、いいね。仕掛ける仕掛ける。うん、カッツさんいらっしゃい。こういうコメントはネタとガチどっちなんですか？いや、みんなガチだと思う。うん。まあ、みんなガチだけど、まあ、見落としとかもあるし、ナンバと勘違いとかしてんちゃうかな。うん。ね、俺もリアンソーこれは聞きますわ。普通にもうまっすぐ曲流しで。あ、ここか。チーピン切りはなんか俺飛ばしたんか。なんで飛ばしたかわかんないけど、このとここを見てるな、俺な。これでリアンソーって言ったけど、ここで何来たんだっけ？ローマンか。まあまあまあ、まあまあ、まあ、とりあえず、まあ、チーピン切りからがあるからね。そもそもここでリアンソー切るんだったら、その前にチーピンだろ、あ、その前にリアンソーだろってなっちゃうから、まああれだけど、まあちょっと行きますか。リアンカーにはめな。でもやっぱ準備が深くなってくるとね、本当にね、報酬率上がっちゃうんで、まあそれまでだったら、リアンソーがね、チュンドラさんとか、ね、神茶にシャードラさんとかで報酬するってのは低いんだけど、深くなっちゃえばなるほど、報酬につながっちゃうんで、やっぱりもう、先切って、ポンされたらされたってか、ポンされないし。うん、基本的にドラなんてそのポンされないから、もうポンされたら考えるってのがもう一番いいわ。ここでリアンソー切ったらな、まあもちろん俺はここでもリアンソー切るけど、まあでもここになってくると9ピンで単葉でもいいしな。まあこれは9ピン切るわ、菅原さんは。ここで9ピン切らずにリアンソー切ったらそれこそわけわかんねえし。うん、もう報酬抽選露骨に受けてるからな。だからまあここでリアンソー切ると話にならんな。まあ話にならんというか、その平面で、ね、この何切るだけ、この画面見せられて何しますかって言われたら俺はリアンソーって言うけど、まあ、この手順見せられたら、ここでリアンソー切ったらおかしすぎるわ。もう9ピンしか切らんやろ。うん、まあ、ロンじゃなくてよかったね。ファンされていく、積もられていく。まあまあまあ。はい、かといって普通にリアンソー切るけど切らないからいけます。そう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 。手順だけ見るとそこでリアンソー来たらおかしいわな。はい、ナポキチさん、ワロタ。うん。ここで内川さん、確信のガンゲンゲマリでドラポン。そりゃポンするやろ、そんな。シャードラさんで。
それはコンテンだし。子供に連想流れるのよくないか。でも今来てローンはやってる。そう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 。まさにそれね。うん。早めに来てポンはもうそれはベタ折りするとか、振っちゃったら嫌だよ、それ。早めに連想来てポンされて、安牌なくて降りてる最中に振ったら一番惨めなんだけど、惨めとか関係ないから、それはもうしゃあない。負うべきリスクだからね。自分の手がもうしょうもないから、例えばもう早めに安牌抱えるために数万アンコート行って、例えばチーピンのとこで連想切ってポンされて、もうこれまずいってことで数万アンコートして、それで振っちゃう分にはそれはもうしゃあないんだから、そんなこと。ただまあ M リーグだと見てる層もライト勢が多いから、何してんのってなるかもね。ただそれはやっぱまあコメント意識して打ってるわけではないと思うんで、 M リーガーがね。はい、ヘンさんいらっしゃい。ヒーラーさんいらっしゃい。持ってる間に重ね、そうそうそう。うん。やっぱ後になってくると重ねられたらね、シャボになっちゃうし。ね、リャンウソーで振るかもしんないし。まあ、リャンウソーで振ったらまあこの点数だからいいけど、親流れてね。いいけどね。うん。はい、行きましょう。ドラガンストイコビッチ。なんで？なんでストイコビッチ出てきた？めちゃめちゃ世代だけど。ストイコビッチとデュリックスとかね。あの世代だけどね。はい、大坪さんいらっしゃい。はい。あとはパンさんいらっしゃい。テンパイまでドラ切らないと思った。まあまあまあ、行きましょう。で、リャンソーの果敢で積もられたから、リンシャンなんたらシャ、リンシャン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 シャドライオンになったの。羽間になっちゃった。まあ、それは知らないけど。ロペスね。いたね。青い目の侍。それは違うか。ニコラス・ペタスか。そんなんいいね、どうでも。はい、行きましょう。点数持ってるからドラ持って狭めるよね。そうそうそう。それはその方がいいと思う。もう、リャンソーは泣かれたら考えるが一番いい。泣かれないから、そんな。シビルに火ながらさ、ペンサンマン地位から入ってるのが怖すぎる。ああ、そういうことね。すごい視聴数。あ、ほんと。ありがとう。ニコラスね。スコビッチの名前がドラが。え、それは知ってるよ、俺。名古屋だし。世代だし。ドンピシャの。オーラスダントツトップ名とかだと第一でドラキル M リーが多いのに、別に本質的にそこまで変わらないっていう状況、ドラシム、あ、そうですね。その通りだな。サラーさんはね、最近来てくれた人かな。まあ、相当、ね、うまいですね。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ、難入して役配統一か。まあ、これもまあ別にもう、5万点近いので、普通に流していったらいいかな。あ、ナンバ入ったか。あ、終わりか。はい、まあちょっとこれもなんか30分ぐらいになったんで、じゃあ、はい、ここで切っときましょう。はい。まあ、ね、メンバー、一応月額90円でね、ナンバー見れるんですけど、まあ、皆さんそんなね、M リーグばっか時間かけてもね、M リーグも見て、さらに俺のね、メンバーも入ってナンバーも見たら、どんだけ時間使ってるんだってなるからね、今シーズンからは私はね、皆さんのためを思って、トンバしか見れないようにしたのでね。ということで、では、失礼します。はい。じゃあ、動画の人もありがとうございました。まあ、この試合はね、なんか、まあ、いろいろ、M リーガーは確かにこう打つかなって感じするんだけど、やっぱ俺から見ると明確にこっちの方がいいっていうような感じが多かったね。